はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、続きをやっていきます。まあ、ガラフがね、異世界に旅立っちゃったので、まあその異世界に行く方法を探すということで、シドに話を聞きに行きましょう。シド、ここでいいのかな。そもそもどこにいるのかがわかんねえし、古代図書館にいたりさ、ここにいたりさ、あれ結構下まで降りていかないとダメか。でこっちじゃなくて居住区にいるのかな。あれいなくね。ちょっと待って、いねえんだけど。あ、これもシドの文字。飛空艇の改造で余ったアダマンタイトが危険、元の場所に。シドたちに何かあったのかしら。元の場所、なるほど。タイクーンの遺跡へ行くか。シドは黒チョコボを酷使してるな。黒チョコボも懐いたもんだ。カタパルト格納庫から行こう。で隕石でしょ。どこだこれ。ウォルス、こっちか。ここ降りられる。降りられた。タイクーンの隕石。黒チョコボいなくね。いた、ここで待ってんのか。クエ、なんで黒チョコが、シドたちが乗ってきたのか。シド、ミド、バッツ、危険じゃ寄るな。アダマンタイトが異常なエネルギーを放出し始めた。元の場所に戻そうと思ってきた。この床がアダマンタイトのエネルギーを吸い取っている。もしかしてこれで隕石パワーを回復させればガラフの世界に行ける。そうか、何のことじゃ。そうじゃったか。アダマンタイトが小さすぎてパワー全開は無理。残り3つの隕石パワーも回復させられればガラフたちの世界にワープできる。さあ次の隕石行こう。じゃあウォルスの隕石か、行きましょう。飛竜ずっとここにいんのかお前。かわいそうだな。ウォルスの隕石食え。ここで待っておれ、任せといて。終わった、急ぎましょう。シド、ミド、危ない。どっから出てきたんだこいつ。ボムがいっぱいいる。ヒロボロス6体。シブはでも唱えておくじゃん。ダイヤモンド出す。弱点とかね、あらかじめ把握してると全然楽なんだけど。300か、ケアルだ。いやめんどくせえなったこいつ。でも火力の方が高いかな。で、ね、940。アクアブレス使ってみようじゃん。どうだ、効くか。あ、まあまあまあ強い。あれいつ、あ、1体蘇る。ちょっともう一回シブを使ってみよう。全員倒さなきゃいけないってことは、でもマジックパワー不足になるか。げ、全然足りてないんだけど。じゃあちょっともう一回あれだな、アクアブレス発動させよう。青魔法でアクアブレス、それなりにダメージ食らうね。
ってか出る。で、アレイズで読み替えるでしょ。あとアレイズでしょ。こいつ、ってか、え、ちょっと待って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 、そういうこと。とりあえずこいつぶん殴るでしょ。これでオールドになって、で1体残ってるからめんどくさくねえか。アレイズって結構マジックパー使うんだよね。でケアルラは入って、ちょっともう一回アクアブレスを使おう。でアレイズマジックパーが足りない。よしよしよし、枯渇した。あれ足りてない、他のやつらダメージが。ちょっと待って、どういうこと。ケアルラを使うマジックパワーまだ残ってるってことか。俺のアクアブレス分がもうなくなるわ。でこれはさすがに無理。苦戦させやがって。バッツ忍者に変えよう。なんとなくポーション大丈夫か。強い。次の遺跡寝よう。その前にちょっとせっかくだから竜騎士かっこいいな、怪異みたい忍者にしよう。で投げると両手持ちはさすがにいらないからな。魔法剣にしとく。なんか大したいいのがない。魔法剣 OK なの。炎月輪は大丈夫だけど、違う違う、炎月にはできない。魔法剣いらねえな。マインゴーシュ1本しかねえしな。まあいいや、これで。パワーリストって誰が持ってる。装備できないのか。銀の腕輪だしね。エルフのマン。で次カルナックだけど、飛竜は置いていく。役立たずね。山を越えられない飛竜など使い道がない。あれ、ここの隕石か。ちょっと敵が出るはずだから。で金は結構あるんだよね。買えるもん買っとこう。こいつから区内か。下がるな。ムチ、ギヤマ、ミスリルスピア。でも区内でしょ。魔法剣 OK だったらちょっと区内1本買っとこう。結局炎月輪2本ないと意味ないからね。いやだいぶ下がんな。35か。じゃあいいや、ちょっとやっぱり炎月輪にしとこう。魔法剣はまだ必要になったら変えればいいんだ。で寝よう。金はそこそこあるからね。てかね、コテージがないんだよ今。売ってる？売ってねえし。テントはもうさすがにいらないからな。コテージをちょっと爆買いしておこう。どこで売ってるんだ。じゃあまずはこっちの遺跡行って、よろしく頼みます。なんて俺たちを待ってんのわざわざ。魔物が救っとる。行ってきます。先に見とけよ。でもまあ先に見に行って襲われたらたまったもんじゃないかな。エネルギーに惹かれたのかなこいつら。タイタン266食らうな。252252、500くらいか。スローキックこいつ。ケアルラ、投げる。ちょっと手裏剣投げてみよう、せっかくだ。6本投げかけ、ゲッツへ。ライブラかけよう。レベル1。そうなの。600。弱点は特にない。解放者しとこちゃう。400、あと一発投げれば。
げえエルフの魔族って、あー手裏剣投げちったよ。アースシェイカー、あそっか最後にこれ唱えてくんのか。まあまあまあ結構減らされたけど、これでただ召喚魔法タイタンも手に入ったからね。ハイポーション召喚獣タイタンで、タイタンは別に属性ってわけじゃないからタイタン唱えておけばいいでしょう。あとはレナオか。次の遺跡でケアピラを1回ずつ唱えて、マジックパワーはまだまだ余裕があるからね。え、ちょっと待って、1、2、3、これクルルの乗ってきた隕石ってどれ、これじゃないの、帰ってったよね。隕石で帰るわけじゃないんだ、パワーを使ってワープしたんだ。じゃあなんだ、なんなの、来るときもワープしてくればいいじゃん。遅いですわね。囚われて助けてくれって、こっちへ来た。キマイラブレン、こいつも強そうだな。クリティカル102、後ろだからね。一応もう毎回ライブラで見よう。レベル19 3300、弱点は特にない。じゃあスローかけようで、手裏剣っていくらだったっけ。そもそも金を投げる、げやべえ強そう、結構強い、やばい、もう一回投げよう手裏剣で。これはもうケアドラで、青魔法で火炎放射で、さすがにもう手裏剣もったいない、156とか弱えな。で召喚魔法をタイタン唱えて倒した。やっぱ手裏剣強いんだな。で煙玉軸レベル4、よし行こう。あ、もうパワーは吸い取ったんだ、大丈夫、怖かった。4つの隕石が揃った。この地図を見てみ、パワーが集まるところ、4つの隕石のエネルギーが集まるところに急いでください。そこがワンポイント、気をつけてな。ありがとう。え、手裏剣買ってこうかな。ちょっとお買い物をしていこう。どこに売ってたっけ手裏剣って、そもそも。なんか上の町か下の町か。ちょっとわかんねえ。一旦ここに行こう。道具屋に売ってたんだっけ、武器屋に売ってたんだっけ、もうそれすらもわからん。あとそもそも、コテージが欲しい。売ってねえじゃねえかよ。で宿屋、魔法屋、防具屋、あとお花畑がなんとかって言ってたよね、くるくるする。ちょっと待って、でなんか穴が開いてカエルが出てきて、トード、トードとかいる、なんか聞く敵がいるのかな。ここじゃなさそうだな。下の町へ行こう。ジャコールだっけ、これ上から行ける、世界一周。あれバッツの村に売ってたんだっけ、なんか分かんなくなってきた。いや、ない、ハイポーションも売ってないんだ。
ちょっと武器屋は覗いていこう。ミスリルスピアが攻撃力いくつだったっけ。あ、大垣だとかってんだ。明治マッシャー、あれ明治マッシャーだっけ。アシュラも1本持ってんだ。でもトライデントは38、トライデントも強いじゃん。あれミスリルスピアの方が強い。なんかわかんねえ。しかしここには売ってないことが分かったから帰ろう。バッツの村へ行こう。飛空艇もうちょっと速ければな。もうダッシュが4倍だからさ、この速さが速いと思えないあんまり。ギリギリここに止まれるところがある。リックス、こ誰も住んでない家。てかどうやって入るんだあの家で。道具屋で、あ、安くしておくぜ。そうか、安くなんだか。でもいらねえな、フェニックスの音が売ってねえじゃん。肝心な、区内はいらない。手裏剣攻撃力50なんだ。50たっけ。2500円もすんの。10個くらい買っとこう。なんとなく水遁って水なんだ、珍しくない？属性で貴重な水攻撃だ。いや来たけど手裏剣かさ、ちょっと思ってたより高かったんだけど。何か上がったな。あ、素早さが上がるのか。いや手裏剣買い足そうと思ったけどちょっと高すぎて諦めるわ。2500円を投げてたのか。てかさっき2、3回投げたからめっちゃ金投げたな。まあ、買ったわけじゃなくて手に入れたから別にいいんだけど。じゃあワープポイントに行きますか。ここが弱くなっていく。隕石のエネルギーが少ない。一度きり片道切符。行こう。この世界ともお別れ。てか大臣に何か言う、言ってけよせめて。まあ、そんな時間がないのか。チョコボにも何も言わないし、こいつら勝手すぎんだろ。これは別の星っていう位置づけなのかな。もう一つの世界は。変なとこに落とされてるし。ここがガラフの世界。何もなさすぎだろ。テントで休まない。はい、テント持ってたっけ。なんか全部使い切った気がするんだけど。気になっていることがある。北の山、なんであんな危険なことまでしてヒーを助けた。母さんのこと覚えてる？少し。飛竜を見ると母さんを思い出す。魔物。ちょい待てい。戻ってきた。バッツ一人。182。これ倒せるっちゃ倒せんだよね。多分倒せないけど、今の俺の実力だと。何発耐えられる。てか後ろにいた方がいいよね、倒すんだったら。でもやること殴るしかないから。もう一発。おお、なんだ、なんでゼロだったんだ。倒した。1、エーテルを手に入れた。やった。おならだ。体がしびれる。ここは
ようこそ我が城へ。エクステス、エクステス様、ガラフたちがビッグブリッジまで来ています。大鏡を用意せよ。お前たちに役に立ってもらおう。バッツ見て、俺たちの姿が空に。おじいちゃん、バッツレナ・ファリス。自分も映ってる。ガラフよ下がれ。下がらなければこの者たちの命はない。みんな引くぞ。ギルガメッシュ、はあ、こいつらを見張れ。頼りにしているぞ。これはなんと何魔法だ。クッソーが多いなみんなクッソーっていう。飛竜を借りる。飛竜バレないの？言っても。絶対バレんだろこれ。めっちゃ泣いてるし、泣くな、バレんだろ。お前はクリルのところに帰ってろ。ここか。なんでこんなとこに置いてあるんだろう。クリスタのかけら、魔獣使い頼りなさすぎる。敵出るんだっけ。鍵がかかってる。地下か。何にも見つからないんだけど、ザルすぎる。敵は出てくるね。タランチュラ。そうだ、俺格闘家だった。そういえば、すべては拳で粉砕する。ギルガメッシュ一人だ。け、敵でタランチュラ4体とか、めんどくせえな。ここの城は雲が多いな。ゲッ、糸とかまためんどくせえ。これスローでしょ。だって遅っ。それなりに食らうな。数の暴力、しかしこの拳にはかなうまい。一人だから経験値多いのかな。ちょっとわかんねえな。それは誰だ。え、戦うの。ちょっと待って、回復しとけばよかった。おりゃ156、結構食らうんだけど。ハイポーション1個しかねえし。一旦全回復して、いって、288、すえ。いや待って、もう2発耐えられるかこれ。150、もう1発耐えられるか。てかハイポーションがないからさ。言い方死ぬぞ俺は。50とか回復量がうんこすぎるんだけど。死んだ、全滅したとか。ちょっと待って、まず回復させよう。ギルガメッシュに行く前に敵が出る可能性がある。タランチュラ2体、こいつらが厄介だったな。いきなり糸使われたし、後ろに下げた方が良さそうだな。じゃあで後ろから攻撃できるやつ
まあ、魔法とかでも良さそうだけど、まず魔獣使いが良くないよね。でちょっと待って、もうここはまだいける。でポーションで回復してハイポーションが1個しかないから、でエリクサーは使いたくないよね。何発だ、180って結構だよね。もう2発いけるか。ガーッ、クリティカル食った。次クリティカル食ったら死ぬ。ここでゲー、ひどくない？ちょっと待って、ここだけあれを変えよう。ギルガメシ恐るべし。でここで絶対ゲー、敵が出ると思ったらこれちげえんだけど。まず魔術界が弱すぎる。でジョブ変えてナイフにしよう。まあ、ここはさすがに格闘はいらない、簡単にしとこう。で古代の剣ゴールドシールドでポーションで回復させて、いやめちゃくちゃ使ったな。一回中出しもめんどくさいから、次死んだら。で思ったんだけどさ、こいつクリティカルっていうか守りでよくね。でずっと守ってればさ大丈夫だよ。カウンターって何パーセントくらいの確率で発動するの？え、守りカウンターって出ない？え、守りカウンター戦法ってダメ？オールドが効いた。効かんわ。クソ、倒した。今日のところはこれくらいしといてやる。あ、アビリティポイントはゼロか。ガラフ、今ここを開ける。強引に開けたな。すまない、とにかく脱出だ。でもういいや、ガラフが2番目に来てんだけど。魔獣使い操るはもう覚えたのか。操るさえ覚えればなんかいいかな。ちょっと待って、ガラフが毎回あれだな。そうすると侍にしよう、なんとなく。これ忍者だし、こっちか侍で。どうする、貯めるとかはいらないしな。盗む、操る、カウンターダッシュ、隠し通路、カウンターだな。じゃあアシュラゴールドシールで。パワーリストって誰が装備できた？リボンとか何で持ってんの？どこで手に入れた？でもリボンってさ、あれしか装備できないんだよね。モンクシーフ忍者、リボンは踊り子か。踊り子しか装備ができなくて、パワーリストって意外にさ、なんか装備できる人少なくね。魔導士系装備できるけどいらねえし、マジで。銀、ミスリル、エルフでしょ。パワーリスト力3。炎月輪って効果あんのかな。タラッチョ、ゼニ投げはもうもったいなすぎる。さすがにタイタン25個しか持ってない。大地の怒り、なんかちょっと待って、順番が嫌だ。強ポーション4つ、並び替え、こうだな。いつもの順番がいい。特にアイテムとかはないよね。おっと、見つかるとやばい。どういう歩き方してんだ。で外行ける。なぜか開いてる。さっき閉まってたのに。誰が開けてくれたんだ。ギルガメッシュが開けてくれたのか。
ウォーターバーズ。安定して強えな、やっぱり召喚魔法強い。ビッグブリッジ行きましょう。ここを突破する。魔物の巣、プチチャリオット、いた。マスタードボム300、結構食らったな。しかしこれで一掃する。回復しよう。正面突破。あれタイタン絶対この飛んでるやつ効かないよね。敵ハイエンだけど絶対先制されるんだけど、強マスターフォームで大地の怒りで下2体を倒して、フライングキラーはちょっとガラフに任せる。いやそれミスだよね。300で倒せんだ。毒消しけ、まだいいのかよ。ちょっと待って、フライングキラー、やばい死ぬ。30とか全然死なねえわ。ただピンチ、ラムに行こう。さばきのイカづちでどれくらいだ。よし一掃はできんな。レナのマジックパワーがタイタンがすげえからな。フライングキラーいいのがめんどくせえな。これ強えんだけど、すげえ300くらいから。どうだ、プチチャリやっても倒せるか。全然倒せるわ。雷に弱いんだな。ハイポーション手に入れた。で後ろのやつ別かよ。これなんで超謎なんだっけ。そんなに防御力高い。ちょっとレナ一回エーテルかけよう。毒消し。エーテルって40だかんな、回復するの。2つフライングキラーか。また侍って白羽取りがあるんだよね確か。デフォルトで持ってたよね。サブ君たちもったいないな。ネネが一番最初に行動してくれればいいんだけど。ギルガメッシュ再び。250とか強い。しかも当たんねえし。ヘイストかけとこう。白魔法で一旦回復して330。まあ二刀流は普通に強いよな。期間ハイエー、マジでハイエーんだけど。召喚タイタンがいけるかな。ちょっと待って、しまった。ヘイストを誰に使う。オートにしてしまったから。1098。いやそうだよね、もったいないことした。ちょマジで早いんだけど。死ぬ。ただ防御に難点がある。先に回復しとこう。で白魔法だな。ジャンプしてきやがった。死んだ。ひどい。レイズ時空なんかある。いいの。てかレナヘイストかけよう。電撃引きたい。集中攻撃、ここ72で死んだし。フェニックスの、あてかレナマジックパーがね。治療何の
いや、ジャンプ強いわ。ちょっと待って、ハイポーション召喚使えねえ、もうタイタンが。ラム投げよう、もうここは手裏剣投げる。184とか、マジか。165、9思い出した、危ねえ、手裏剣投げてよかった、強かった。切り口持ってねえのか、何も。またこれまだ戦い続く、マジックパーがねえんだけど。エーテル2つ使おう。来るな、多分ね、端の方を歩けば現れないはずなの。でもまあせっかくだから、ガルラがいるじゃないか。ネオガルラだし、よく見たら。ここはもうタイタンも使ってこう。オーケーオーケーオーケー、峰打ちをしとく。半魚人やっぱりさ、まだいける、ギリギリまで耐えろ。タイタン強いけどマジックパワーの消費が半端じゃない。よし、突破した。クルル、おじいちゃん、バリアが。このバリアの範囲ってさ、どこまで？このビッグブリッジギリギリのとこまでか。めちゃくちゃ吹っ飛ばされたし。クルルはなんでここに来て大丈夫なの？衝撃波を食らったってことか。最初の一発だけ。これこそみんな揃って吹っ飛ばされるのがすごいよね。絶対チリジリになるでしょ。グロシアナ大陸、一瞬で分かった。地形を把握している。これバッツ普通にさ飛び降りてるけどさ、これ何メートルもあるよね。はい、というところで、第二世界来て、ビッグブリッジを突破してグローシアーナ大陸だっけに飛ばされたところで今回は終了したいと思います。これ地図であるけど、あそこからここまで吹っ飛ばされたのか。よく無事だよな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。